前髪切りました。昨日の夜に前髪を切って、前髪切りました。昨日はね、チャーハン部でマシュガオの撮影をしてきたので、多分まだ放送は結構後になると思うんだけど、楽しみにしていてください。ね、どれくらい後なんだろうね。結構多分後になると思うんだ。放送される日を楽しみに。しててくれたらいいなと。そう、なんかマシュガでチャーハン部でまた撮影ありますっていうのを来た時にさ、めっちゃ嬉しかった。そう、今回残念ながらそうハンちゃんが体調不良でいないから4人で撮影したんですけど、そうカメラマンが不在だったんだけど、ぜひ楽しみにしていてください。またみんな揃ってできたらいいね。マシュガ、じゃあ半分は5人だよ。うん、覚える曲を覚えれた。まだいっぱい覚えないといけない曲あるので今日頑張ります。もう今日もやることがたくさんすぎてちょっとできるかわかんないけど、やるしかない。生誕のグッズも今日完成させないといけないし、覚える曲あるしやることがいっぱいです。チャーハン部ってなるとさ、こうまあ調理するわけじゃん。だからさ、どこでも撮影ができるっていうわけじゃなくて、なんかそういう調理できるお部屋とかを借りないといけないから、なかなかね、毎なんかそういっぱいなんていうのアップできるって言われたらそうじゃないんだけど、今回2回目撮影できたので、また引き続きねゆっくりチャーハン部アップ出演できたらなと思います。今日はね、学校でクラスマッチをしたんですよ。クラスマッチ、クラスでドッジボールをして、どこのクラスが一番強いかみたいなクラスマッチをしたんですけど、そう、
そう、クラスマッチでドッジボールをしたんですけど、私2組なんですね。私2年2組で、2年2組が優勝しました2年2組優勝でした。なんか私のさ、家のまあまあ同じ学校の子たちがさ、なんかドッジボールの習い事、なんかドッジボールの習い事があるんですよ。それに入ってた子がめっちゃ多くて、私たちのクラスがね。そう、だから強かったです。私は全然投げない、もうひたすら逃げて、残りコートの中の内野が2人まで生き残りました私もう一人の女の子の友達と逃げてそう、最初2人になったんだけど、どんどん外に外野に行った子が当ててくれて、どんどん中に入ってきてくれて、優勝しました。逃げるのうまいんや、ドッジボール。投げれんけど逃げるのは結構うまいと思う。めっちゃきついけどね、久しぶりに。小学校の時とかも昼休みとか毎日ドッジボールしてたから、久しぶりにやったらもうきつかった。でドッジボールを全クラス対抗したんだけど、それでも時間が余ったから、なんかさ、犬に投げるやつあるじゃん、丸いこう犬にヒスって投げるやつ、なんて言うんだっけ、あれバージョンのドッジボールもしましたペッティシャツ、公園の旅に来て洗濯して文字薄くなって揺れになったから、今度の生誕手は2枚。そう、なんか前回1枚だったのか、ぜひ2枚ゲットしてください、洗い替え用にそうねえねえ、ペッティシャツどうしようかな。逃げ回るコッペさんとテンション上がりました。もう必死にもう逃げ回ってた、走り回ってました。全然投げれない。もうそのドッジボール習ってる子たちがもう全力すぎて、もう投げれないし、まずボールをまずゲットできないですね。フリスビーってやつ、それをボールに変えてやりました、最後らへん。もうみんな、いやなんかさ、普段全然さ、そんなさ、こうなんか普段の生活なんかのぺーってしてる子がいるんですよ。なんかのぺーって、なんかめっちゃマイペースな、こうちょっとおとなしめの、こうすごいマイペースな、マイペースっていう言葉が一番あるんだけど、マイペースな子がいて、その子が今日すごい覚醒して、その子ドッジボールクラブ入ってたからめっちゃ強いんですよ。もうすごい覚醒してて、めっちゃギャップすごくビューってびっくりした。覚醒しましためっちゃすっごいカーブのこう球を投げて、ボールをね、めっちゃすごかった。
ドッジボール本当にもうね、何年ぶり、小学校のさお楽しみ会とかさ、そういうのめちゃドッジボールやってたからさ、小学校以来何年ぶりかにやったけどめっちゃ楽しかった。なんか私背が高い方なんですね、まあ女子っていうか、まあクラスの中でもまあ低くはない方で、それでなんかジャンプボールするじゃないですか、初めに。それで心いってみたいな、ジャンプ力あるから心いってみたいな言われて、いやいやいやと思って結局やんなかったんですけど、ジャンプボールをさせられる羽目になりましたやったことないのに。多分実際にボールを投げたら早いと思うんですよ。でもまずボールがゲットできなくて強い子たちがどんどんさボールをこうキャッチしていくから全然まずボールを触れなかった。なんか私がこう心やってみたいな感じで、まあ行こうとしてたんですね、もう分かったみたいな感じで、そしたらこう相手側のチームに、なんだっけ、相手側のチームもこうクラスで選ばれた子が出てきて、まあその子と私のクラスのチームの仲いい子がいたから、まあ、その子同士でやるみたいなのになって、結局やんなかったんだけど、やらなかったんですけど、久しぶりにドッジボールしたら楽しかったですパジャドラがあるよね、パジャドラがあるので、それまで576日ありがとうございます。576、コピが寝る前に必ずやることは何？寝る前に必ずやること、なんだろうね、寝る前何やってるっけいつ。まつげ美容液塗るでもまつげ美容液って寝る前に塗るよりお風呂上がってすぐの方がいいらしいですよ。私はいつも寝る前に塗っちゃってるけど、なんかさ、リサキがさめっちゃまつげ長いじゃん、リサキとかカレンレンとかめっちゃまつげ長い子見ると私もあれくらいになりたいなって思うから、最近また塗り始めてるまあずっと塗ってたけど、ちょっと伸ばしたいです、まつげ。20日のパズル6期生13人もいる、ね、そうなの、多いね、13人すごくない、ほぼ6期やん、6期公演まぶたを閉じる、それはそうよね、まぶたを閉じます。なんか自分がさ、なんか寝るまでにどういう寝方してるのか見てみたくない？なんかどっかにカメラつけてなんかさ、寝るときってもうどういう風に自分が寝てるかわかんないからさ、
どういう風に寝てるのか見てみたい。寝相はどれくらい悪いかとかちょっとどっかにカメラ設置して見てみたい。そう、もしかしたら寝言言ってるかもだからね。大人になると寝ていくイマジン。でもふさふさにしとこう。なんでこんな寝癖ついたって時、うん、劇場マニアが寝落ちしてしまう。私も寝落ちしてしまう。私本気で寝たらどんな時間寝れるのかなっていうのを検証したい本気で本当に誰も起こさないで本当に眠い時に寝て誰も起こさないでどれくらい寝れるのか。を検証したいです。私の予想は12時間は全然寝れると思うんですよ。12時間、まあ12時間くらい。でも私って夢を見ない日がないんですね。こう寝てる時にこう夢を見ない日がないから熟睡できてないってことなのかなって思って、夢を見ないで寝たい絶対夢を見るんですよ。だからなんか夢見てると熟睡できてないって言うじゃん。そう、お腹空いて起きるよね。私もさ、もっと寝れるけどお腹空いて起きたりとか、リビングから物音が聞こえて起きたりとか眠りが浅いから夢を見るのかな。なんでだろうね。なんでも聞いてよ、私のリクエスト。甘い好きでも許してちょうだい、わがママコレクション。コップの今の下の面白い。私は今パジャマじゃありません。でも大体配信するときは上だけ着替えてるから下パジャマなんだよね今は学校のジャージ着てます。学校のジャージが一番動きやすい。わがままコレクション可愛かったね。わがままコレクションのさ、亀子さんの写真がたくさんでね、嬉しい。もうそう、ずっと流れてるんです、わがままコレクション。本当にね、今日もずっと流れてた、授業中。やばいよね、わがままコレクション。やばい、でんでん夢中。
オンラインもしたパジャマ。うわバレちゃった。今度見せてもらおう。体操服日焼けとして優秀。本当にそうじゃない？体操服ってさいいよね。学校卒業してもこれはずっと取っておく。寝言でも歌ってそう歌ってるかもしれない。私は口開けて寝ますよ多分。寝てるよ たまにね。セーターティパジャマにして寝る人いそう。私は夏はめっちゃパジャマにしてた。セーターティパジャマかレッスン着。今はレッスン着にもしてる。じゃあ逆にみんな口開けて寝らないの？絶対みんな口開けてるでしょ寝てるとき絶対みんなも口開けて寝てるでしょ。口開けて寝たら虫とか入ってくる。でもさ人間ってさ寝てるときに蜘蛛食べてるっていうよね。絶対みんな口開けて寝てると思う。授業中口開けて寝てるって言われる同じじゃん。なんか次の日起きて喉乾いてたら口開けて寝てたら寝てたっていう証拠っていうのを聞いたことがある。一生鼻づまりひどくて口開けて寝てるから朝起きると口が乾いてる。クモはチョコレート味って本当？じゃあ美味しいやん。長電話してて相手が寝落ちしてて言い聞かれたらどうする？うん、なんだろうね。電話切る？まあ私も寝る。でもさそんなさ蜘蛛のさ味が分かるってことはさ蜘蛛を食べたことある人がいるってことでしょ。やば。前髪切りましたよ。前髪の幅が広くなりました。触覚なしでもいける。やばい、やばくない？めっちゃ歌っちゃって。アガーマコレクションはやばい。本当にわがままメンバーが集めんねじゃあ私違うかな。私わがままじゃないから。あとはわがままコレクションと、あとは
あの希望について、希望について僕は語ろう、雨の騎士じゃないように、わがままコレクション。じゃあ私違うかな。そう、あれは本家さんのね衣装を着させてもらったんですよ。本当に私は佐藤すみれさんの衣装でした。私は一番可愛いミクリンって書きました。サステナブルの衣装めっちゃ可愛いよね。なんかさ X でさ、リセキと私のそのサステナブルの衣装がめっちゃ似てるみたいなのが流れてきて、ちょっと確かにってなったけど、でもなんか多分あれはなんかね、あれはやっぱなんて落としたっけ忘れちゃったやっぱファンの方から見たら似てるのかな。わがままコレクションオリジナルの見て振り入れ、舞さんとか秋吉さんとか葵さんとか、がこう踊ってた振り振りを見て覚えました。多分コンサートとかで披露したのかな。そんな昔の衣装、そうめっちゃまだね綺麗だった。すごいよね。そう、新衣装もね作っていただいて、そろそろ鍵穴、本当だ。じゃあそろそろランキング読みます。肉屋のよっちゃんありがとうございます。ちょうきちさんありがとうございます。ビリタンタンさんありがとうございます。カトペコありがとうございます。カタカンベイさんありがとうございます。クロさんありがとうございます。パーロンさんありがとうございます。アナクマイチローさんありがとうございます。サカトナルナルさんありがとうございます。トムトムさんありがとうございます。マイナくんありがとうございます。カトペコありがとうございます。シュージャンベさんありがとうございます。ホタテさんありがとうございます。マーマロさんありがとうございます。ハンバーグ大好き太郎さんありがとうございます。フナさんありがとうございます。ダイくんありがとうございます。コータンさんありがとうございます。ジジリモンさんありがとうございます。ハマーさんありがとうございます。隣のトロロさんありがとうございました。ではランキング読みます。13位ハマロさんありがとうございます。12位クロさんありがとうございます。11位博多ナルナルさんありがとうございます。10位シーチャンペさんありがとうございます。9位ヒデさんありがとうございます。8位タノンサカナさんありがとうございます。7位マイナくんありがとうございます。6位ルイボスティーさんありがとうございます。5位ノリッペさんありがとうございます。4位ヨッシーハンチャンズさんありがとうございます。3位カトップくんありがとうございます。2位キョウコノゴロさんありがとうございます。1位ヤスさんでした。
ありがとうございました。では明日からは朝配信になると思います。多分明日明後日し明後日は多分全部朝配信になると思うので、見れる方はぜひ見てください。はい、ではまたね。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございます。またね。